シュコドラン・ムスタフィは、ドイツヘッセン州、バート・ヘルスフェルト出身の北、マケドニア系アルバニア人、プロサッカー選手。ブンデスリーガーシャルケレイ4所属。ポジションはディフェンダー。元ドイツ代表。ハンブルガー SV の下部組織に所属していた2009年に、イングランドのエバートン FC へ移籍。2009年12月17日の UEFA、ヨーロッパリーグバテボリソフ戦で、 トップチームデビューを果たしたもののプレミアリーグでは出場機会が訪れず2012年1月に当時セリエ B に所属していた UC サンプドリア遺移籍2011から12シーズンの最終節 AS バレーゼ戦でリーグ戦初出場を果たした2013から14シーズンにはセリエ A で33試合に出場し2013年10月26日の アタランタ BC 戦では、キャリア初得点を記録した。2014年8月6日、バレンシア CF に5年契約で完全移籍した。ニコラス・オタメンディと組む CB コンビは、リーガ屈指の守備力を誇り、評価を高めた。2016年8月30日、アーセナル FC への移籍が決定。1月22日のバーンリー FC 戦で、アーセナルでの初ゴールを記録した。 アーセン・ベンゲルには重宝されていたが、ウナイエ・メリが監督に就任すると評価は一転。2018から19シーズンこそアーセナルがスリーバックを採用したのと DF ラインの怪我が続出したことで出場機会をもらっていたが、翌シーズンにチームがダビド・ルイスを獲得すると、ボンミスの多さを指摘され構想外となった。しかしアルテダが監督に就任すると、 持ち前のロングパス精度と新システムでのチーム全体のディフェンス力向上により信頼を勝ち取った。2020年7月18日 FA カップ準決勝のマンチェスターシティ FC 戦に先発出場するも試合終盤にラヒーム・スターリングと接触して右ハムストリングを負傷し手術を行った。2021年2月1日半年契約で シャルケレイヨンへの移籍が発表されたドイツ代表でのムスタフィー各年代別のドイツ代表選出経験があり、同年のフィファユーマイナス17ワールドカップにも出場している。自身のルーツであるアルバニア代表入りの可能性もあったがフル代表でもドイツ代表を選択した。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。 2014年5月8日、2014FIFA ワールドカップ本大会に向けた代表候補メンバーに選出された。6月2日に発表された最終メンバー23人には当初選出されなかったが、最終メンバーに選出されていたマルコロイスが負傷により本大会欠場が決まったため代替メンバーとして選出され、ブンデスリーガで1試合も出場することなく、 ワールドカップ本大会に出場した4人目のドイツ人選手となった UEFA ユーロ2016初戦のウクライナ戦で代表初ゴールを挙げた2017年5月ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された2017年7月3日現在ありがとうございます